猫は様々なプラットフォーム向けに作られているアプリケーションでマウスカーソルを追いかける猫を表示するソフトウェアである。書質は PC-9801 シリーズ用常駐プログラムで作者は直しである。CUI アプリケーションを使用している前提でその背景グラフィックで動作するものであり、追いかける対象はマウスカーソルではなくテキストカーソルであった。 グラフィックもこの記事の冒頭にあるものとは異なっている。続いて、後藤久志山によって 68K マッキントッシュのデスクアクセサリ版が作られた。デスクアクセサリの略である DA をつけて猫だとも呼ばれている。猫だでは、技術的困難さにより、猫の行動範囲はデスクトップ上を任意に動き回るのではなく、ウィンドウ内とされ、マウスカーソルがウィンドウ外に出ると、 ウィンドウの端で爪を研ぐ動作、マウスカーソルがウィンドウ内に入るとマウスアイコンが鳥や魚に変わる動作、マウスカーソルが一定時間以上動かないと寝てしまう動作が盛り込まれた。なお、ウィザードリーの開発者の一人であるロバートウッドヘッドは猫だを見てキュートという感想を述べたと言われている。また、この記事の冒頭にあるグラフィックの書室もこの猫だ版である。 後藤のもとに IBM から直接人が来て、非独占的使用権の手続きをしたというエピソードもある。1990年、小浜さゆきによって X ウィンドウシステムクライアント版が作られた。X 版はザネコと名付けられている。さらに同年、加藤によってザネコをベースに猫が移動可能なウィンドウ制約を取り払ったお猫が作成されている。お猫では、 マウスカーソルを画面端に移動させると画面の端で爪を研ぐといったように機能が変更されている。お猫はビフ語間のメール着信通知に対応していたが、後にポップを用いたメール着信通知に対応させるパッチなども公開されている、習ったものである。他方、ザネコはデビッド・ハービーによって、Windows 向け版が作られ、ネコ 4Windows と名付けられている。 猫4ウウィンドウズでは、お猫同様、猫の移動範囲は、画面全体となっている。また、設定によって、マウスカーソルから逃げる動作、ウィンドウの周囲を周回する動作、ランダムに移動する動作などを選択できるほか、猫の足跡を残す機能も設けられている。ビス向けには、猫ザレプリケットという名前のものが公開されている。世間に出回っているこれらのプログラムで使われている画像は、 そのほとんどが猫だ作者の後藤によって作成された画像である。後藤は絵の使用に関しては完全にフリーである。フリーウェア作家が使用することは制限しない。と語っているという。大猫、桜大猫をベースに猫衣装の木のもと桜がマウスカーソルを追いかけるように改変されたもの。チューチューマウスネズミがマウスカーソルを追いかけるもの。ありがとうございます。